大井戸の静かなる御恩住まいを同じくは広く見どころあり,ありてここかしこにておぼつかなき山里人などをも集へ住ま,ませんの御恩心にて六条京極の渡りに中宮の御恩古き宮のほとりを夜町を閉めて作らせたもう <coughs> 四鬼奉京の宮阿賢都志五十になりたいけるを御恩賀のこと いの上、申し申くるに、おぼし申くるに、おとども、下に、すぐしがたきことどもなり、と、おぼして、さようの御急ぎも、同じくは、珍しからん御家に、家にて、と、急がせたも。とし帰りては、ましてこの御急ぎのこと、御年みのこと、学人び人の定めなどを、御心に入れて営みたも。日仏、 当時の日の御恩相続、六度もなどを何、上は急がせたまいける。品貸しの院にも分けて下もうことどもあり、御恩なからいまして、糸みやびかに、みやびや,や,びやかに聞こえかわして何すぐしたまいける。 源氏の君は静かなお住まいを <coughs> 同じことなら広々として見どころがあってあちらこちらにここかしこにいてあちらこちらに散っていて 心もとない状態でいる山里人などをも、一ところへ集めて住まわせようというお気持ちであって、で、六条の渡りに、六条の峡谷の辺りに、六条の一番子、南の端の辺りですね。<laughs> 中宮の御古き宮のほとりをあそうかごめんなさい六畳ですから北から一畳二畳となってきて六畳のそしてえ一番京八ての東の方の橋のあたりに中宮の御古き宮のほとり 梅坪の中宮お母さんが六条の宮澄どころその中宮の古いお屋敷の辺りをつまりその屋敷のあと、ね、母親から梅坪の中宮が受け継いでいる光源氏にとっても世にゆかり深い場所ですがその辺りを <laughs> 夜町を締めて作らせたもん。町というのは城防性の維区画が一町です。だいたい百二十メートル四方ぐらいの広さになります。えその 丁が4つそしてそのうちの一丁は六条の宮澄どころの遺産だった屋敷だったところですねその夜町を閉めて新しい屋敷をお作らせになる非常に広大な屋敷ですそれが六条亭になるわけですね 式武教の宮は明けん年ぞ年が明けたその年翌年50になおなりになる年が50におなりになるのだがその恩賀のこと年のが50の年のがのことを鯛の上お節もおくるに娘である紫の上がいろいろと 計画をなすっているのに、それにつけて、音ども、下にすぐしがたきことどもなり、光源氏にとっても、それは、無関心でいられることでは、ないと。そうお思いになって、さようの、急ぎも、そのことにつけての、いろいろご準備、 もう同じことならば新しい家出新築の家出とお忙せなさる年が改まっては ましてそのご準備のことそれからお恩「としみ」のこととしみは仏事が終わった後の宴会のことですでそのことにつけての学人舞人の定めなどを 御恩心に入れて営みたも、大佐熱心にいろいろと計画なさる。<laughs> 今日仏法事の日の御恩相続六度もなどを難上は急がせたまいける、えー、こういうあの三画の儀には、えー、お経を読んだり法事を行ったりする仏事が必ずあの大事なこととして。 ついてくるわけで,すでそのための「日仏」どういうお経を読むかあるいはどこからお坊さんを招くかそれから法事の日のどういう装束をつけるか。 6そういう勤めをしたお坊さんたちや関係者に賜るものですねそれが「六」ですがどういうものを与えるかというふうなことをいろいろとお忙せになる。 源氏がいいろろ心配ってお忙しなる一方二条の屋敷の東の院あの花千ゅ里のところでも分けて下もうことでもあり分担して、えー、なさる準備のことが あるこのお二人のつまり紫の上とそうですねこの上は「六度も何」「上は急がせ玉行けるの」の上は紫の上と見ておきましょう、えー、紫の上がこういう細々とした法事のことなどをいろいろとお忙せなさる。で一方 東の院の花散里もそのことを分担してなさることがいろいろあったこのお二人の女からい紫の上と花散里のご関係それはまして意図みやびがかに聞こえかわしてなんすぐ下前へと。 仲がいいんですね、この二人は大層みやびやかにお互いに連絡し合ってそしてお過ごしになっていらっしゃる。